のぶさん、こんこにちは返信ありがとうございます、まああの今度ねズーム対談をさせていただく、まあ、そのやり取りがスムーズになるように、まあ、事前通告という形でねこんなお話の流れをしますよっていうのを送,送らせてもらいましたけども、まあ、これねちょっとこう簡単に返信をいただきまして、えー、これでますますね私の方もちょっと話がねスムーズにできるんじゃないかなと思います、まあ、その時来てくださった方もしくは YouTube でご覧になる方に、まあのぶさんっていう人がね まあどういう人物なのかってことをまず知ってもらうこと大事ですからこれを機会にまたねアウトブットする瞬間を増やしていければなと思います、まあ、私もねのぶさんのことをもともと応援していきたいと思いますしこれまでね YouTube でこうやってねズーム対談をさせていただいた方の中でまあね影響力が上がらなかった方は当然ですけどもいないんですよだからこのズーム対談の機会をねもう遠慮なくどん,どんどんどん利用していただきたいもう私をね どどんどんね、ね踏み台にしていいたただきたいと思うわけですよ、ね、まあ、通常ねこのチャンネル登録が1万人を超えると対談なんてこっちから持ちかけることはないんですけどもまあ、でもね私の場合はねもうほんとおかげさまで皆さんのおかげで今みたいな暮らしを送らせてもら,送ら,させてもらってるってこともあってね本当にねなんかこう自分のチャンネルを伸び悩む方とかこれから始めてみたい方とか、まあ、いろんな方にねチャンスを開いていきたいなと思うんですよ。 うんまあ、私自身が本当に影響力の少なかった時に誰かが引き上げてくんないかなっていうふうなねそんな、ね、都合のいいこと考えてましたんでじゃあ自分が少なくともチャンネル登録が1万人以上の YouTuber になったら自分が都合のいい人間になってみようかなと思ったわけなんですよねこれがなかなかね面白いノブさんうんやっぱり人がね変わっていく姿とかね自分をきっかけに新しいものを見つけてくださる姿っていうのはいやーなんかね やらて私の方がなんかこう得した気持ちになりますね。はい、でね今回ノブさんは副業チャンネルということでこのズーム対談をお受けしたんですけども、まあ、その副業チャンネルを運営する中でそのシンプル FX っていうねそのタイトルに変更してそちらの方に力を入れていくということで、まあ、早速決まっていきましたんでじゃあこのシンプル FX の内容にちょっとね寄せたような 対談にししていいいいったた方がいいのかなと思いましたんでまで、あ、で臨機応変ではありますけどもねちょっとだけ FX のことを当日ちょっとイレギュラーでね聞くことがあるかもしれませんまあ私も FX はもうやって6年目になりますんでおかげさまでもう無敵になりましたおかげさまでただ無敵って言ってもね FX でもう何千万もね何億円も稼ぐような無敵ではありません私の場合はとりあえず負けないととりあえず勝つのとあとは投入する資金の量によって 自分の利益額が調整でできるとという、ね、ことですよね、まあ、当然ですけども私もね FX にね何百万も投じる勇気まではないんですよそればかりかいやっぱね全資産の1%しか投資には向けないっていうふうにまあやって2%ですね鉄の規定を持ってますからそう考えると例えばね1億円余剰資金があっても私は FX には100万円しか入れないっていう計算なんですよでこのバランスを私は推奨してますというのがね 投資で資金パーになりました。生活費がダメになりました。場合によっては、もう投資で借金が返せなくなりましたっていうような愚かなことが起きるわけですよ。これ、あえて愚かと言いますけどもね。だって、投資のプロでもね、全体資金のそんなね、何十パーセントも預けないわけですよ。なぜか素人が、まだ勝てるかどうか分かんないような人に限って、生活資金を割いてそっちに入れたりとかね、場合によって借金で作ってきた100万、200万を入れたりとかするわけですよ。いや、私はね、 投資資は余剰資金でっていう言葉をこんなにね多くの方が舐めてるとはね思ってましたけどもねいや私はそれにはまんないぞと思いましたとは言っても私はね最初のうちはやってたんですよ、それを運よくお金がなくなるっていうことはなかったんですけどもやっぱ投資ってね投資の世界っていうのはお金を例えば10万とか100万とか持ち寄って誰が独り占めするかっていうことを決めてるわけですから。 そしてどんな独り占めの方法があるかっていうと頭がいい人がこれ持ってきますね頭がいい人がねそれ以外は何もないですうん私はそういうふうに見てるんですよだからちゃんと勉強して頭を鍛えた人が勝ってなんかギャンブル気分の人は負けてそしていつか一発当たるだろうみたいなねそんな淡い期待だけを持って退場していくという形になると思いますで私の場合はもうとにかく緻密に頭を鍛えてそしてね 先日もそうだったんですけども、あの、この、まあ、FX でドル円やってるんですけども、119円に達したときに、私は一,一気に一気にですよ、全部のポジションを決済したわけですよ。そしたら同じポイントで、他の上級投資家さんも全部決済してるから、髭が急速にドーンとできてね、118円台に戻っていったって経緯がありますね。つまりはそのポイントで多くの方が、多くの、多くの方っていうよりも、ね、多くの、お 投資の上級者の方は同じポイントで決済してるってことが分かるんですよ。いや私は何度もその瞬間に立ち会ってきて、よし、この辺で他の投資家さんが決済する前に決済しとこうかなと思ったら他の投資家さんも決済してるという。そんな場面に何回も知り合ってね、顔も知らない、名前も知らない、資産額も知らない他の上級投資家さんと登録が通じた瞬間っていうのを何回も体験しましたね。で、そうじゃなかった頃っていうのは、 例えばエントリーしたら他の逆の方向にね寝動きがいってなんか後ろで誰か見て意地悪してんじゃねえかなみたいなそんな幻想にらわれたわけなんですよ、うん、だからねこう人の自分の心理っていうのもチャートからね学べるなと思いましたね、はい、ちょっと変な話がなくなっちゃってすいません、まあ、22日よろしくお願いします、はいろいろと見させてもらいましたねのぶさんね じゃあ、動画をここまでご覧いただいたノブさん以外の方もありがとうございました。ぜひね、22日、もうすぐですよ。夜21時から、動画概要欄の URL をタップして、ズームのオンライン対談にご来場ください。必ずあなたに得をしてもらいます。それでは。